あちゃぐまずべせちゃチャンネル始まりました。はい、ということで今日は久々のバリオさんにやってまいりました。はい、朝ラーメン、朝バリオでございます。朝ジロを決めていきたいと思いますので行きましょう。1年ぶりだ。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。すごい。はい、ということで、うわあ、もう朝から最高なんだけど、ですね、私は朝から何も気にしない女なので、まず一発目にネギラーメンを頼みました。何このネギの量ネギラーメンのネギの量じゃないよね。ネギとラーメン、まあまあ最高でございます。では朝からすみません、失礼いたします。これで始めていきたいと思います。はい、乾杯。あーあ、うまっ。染みる。いや、わしゃーしたら多分ネギがネギがいくぞ。いやー、うわー、すごい。待って、麺の量すごいわ。よし、うわで、うまい。やっぱバリオン麺うまいな。この極太が最高なんだよね。極太で食感がとても、このもちもち感、ムチムチ感があるのに喉越しがすごいいい感じ。これがたまらん。うん、ネギ最高だわ。これ最高です。朝からラーメンとビール、すげえ。マジで、もうなんか今目が覚めました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう、これです、これです。じゃーん、バリオチャーシュー。息切れしちゃう。わあ、うん、うん、うん、マジで最高。なにこれ、どうやったら、あー、もうバリオのチャーシュー最高すぎる。本当にうまい。この歯のいらないチャーシューって本当にすごいね。この分厚さだよ。この分厚さ、歯がいらないってどういうこと。うん、うまっ。この背脂たまらん。見てるだけで幸せになる。うまい笑っちゃうよな、これマジで。うますぎて。こんだけ背脂が浮いてんだけど、まあ、コクはもちろんね、スープのコクはあるんだけど、なぜかね、後味は意外とさっぱりするんだよね。なんだこの不思議のスープ、うますぎる。
たら。一瞬で食べ終わっちゃう。味玉ちゃんも入れました、トッピングで。マイル。うわっ、うわっ、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、この、うわっ、いやー、見ましたか。もう分かるやつじゃない、これ。もうね。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、味玉、もう白身がここまでトロントロンなのすごいね、やっぱね。幸せ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、宝物を見つけました。うわー、マジでうまい。では2杯目、つけ麺の大盛りを注文しました。あー、ちょっと辛い、見て、もう先に辛いのが乗ってる。全然違う、平打ちの、ほら綺麗な麺ですね。きしめんみたい、きしめんだねっていうか。ほいほい、じゃーん、いきます。これはうまい。うん、お、結構薄い平べったいから、なんていうの、つるっと喉で味わうような感じなんだけど、やっぱりさすがバリオさんの麺、すごい弾力があって、この薄さなんだけど弾力があって、もちもち食感を楽しめる。最高。
スープがちょっと酸味がある感じなのかな。またラーメンとは違ったスープ。基本的にはこれだけ背脂が浮いててもあっさりしてるっていう、それがマリオさんの特徴だね。うまい。結構辛いな。自家製唐辛子入っててラーメンによく合いますっていうの、これはね多分もうそもそも入ってるんだけど、これ結構辛め。チャーシューがこういう感じで四角くカットされてます。わーうまっ、わーうまわかる、見て、結構さっきと全然スープの色が違うの。今食べててなかなかピリ辛、ピリピリはしてきてて、まあ、ちょっと辛め、かなり辛めのスープなんだけど、まあ、それがまためちゃ美味しい。
ラストだったの。お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ、これスープ割りします。あー、うまい。これは染みる。うん。はい、食べた。そしてラスト乾杯。はい、ということで完食いたしました。ネギラーメンとあとつけ麺を食べたわけでございますが、ちょっと衝撃の事実が食べてから発覚しました。だいたいラーメンの方が、まあ、1キロ以上あったよっていうことで、でつけ麺なんと2キロ以上全然あったそうです。あの食べてて、あ、なんかデカ盛り食べてるなこれみたいな気分にはなってたんですよ、途中から。だから皆さんもよっしゃ、なんかちょっと大食い自慢だからと思って台を頼むと、ちょっとバリオさんでの台はかなり胃袋に自信がある人じゃないと完食は難しいと思います。もうバリオでもうほんと元気になりました。朝からパワーの充電が完了いたしましたので、はい、この後もちょっといきます。ということで、ごちそうさまでーす。はい、この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。